登場です。僕たちの明日へ、タイムマシーンの皆さん、よろしくお願いいたします。Yeah.
がとうございました。では一人、金井さんこちらに来て一緒によろしいでしょうか。最初から胸が来て涙が出そうになってしまったんですが、金井さんは現地にメンバーと共にボランティアに行かれたそうですが、いかがでしたか。はい、昨年5月に岩手県の陸前高田市にボランティアに行きまして、仮設のお風呂の清掃をさせていただきました。その時に被災地の方々が、あんちゃんたちミュージシャンなのか、なんかやってくれと声をいただき演奏しました。その時に僕たちタイムマシーンメンバーに向かって、お前は顔はいいけど声がダメだな、お前は声がいいけど顔がダメだな、いろんな文句を言われ、それでもすごく被災地の方々が楽しんでくれたのが僕らに伝わってきました。その時に音楽で何か復興というものができるんじゃないかなと僕の中で芽生えたものがありまして、その時に感じたことがそのまま全てこの曲のメロディーだったり歌詞になった、そういう曲です。CD にもなっているそうですが、はい、1枚500円にて、外の物産展コーナーにて販売しております。今の曲1曲と僕たちの明日への、オルゴールバージョン2曲入ってますので、ぜひとも興味を持たれた方は、お求めの方をお願いいたします。なんか商売文句みたいで感じですけども、はい、その収益の一部はですね、義援金として寄付させていただきます。よろしくお願いします。今後のタイムマシーンの活動についてお願いします。はい、僕たちは各々個人個人で活動しているミュージシャンです。今年の11月に大里総合管理さんにて僕たちタイムマシーン主催のイベントがあります。ぜひとも興味を持たれた方はこちらにも足を運んでください。よろしくお願いします。これからのご活躍期待しております。ありがとうございます。座れないですね。
こいた。あ、マジの中がこいてきてる。あ、こいてきてる。あ、これまで先人たちは津波の恐ろしさを後世に伝承するために石碑、古文書、絵図などに記録を残してくれています。しかしこれほどの大津波を現実に起こりうることとして捉えていた人はどれぐらいいたでしょうか。ビデオカメラや携帯端末が普及したこの時代だからこそ記録可能だった数々の東北放送 TBC の後世に残したい映像記録をご覧いただきました。それでは本日のために岩手県陸前高田市や宮城県南三陸町からお越しいただきましたお二人の方にそれぞれの体験を発表していただきたいと思います。まずは宮城県南三陸町で漁師をしている阿部博さんをご紹介します。阿部さんは今回の震災で家はもちろん6艘の船も作業所もその全てを流されてしまいましたが、なんと翌日から NHK でも放送されましたように住民同士がしっかりと話し合い、住んでいた250世帯の人たちがもう一度一緒に暮らせる街づくりを国との共同で頑張っています。阿部博さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。南三陸、宇多津から来ました、阿部博です。今ちょうど当時の震災の映像が流れてきて、今鮮明に、その当時のことを頭に浮かんできました、当時は私の仕事が、海なので定置網というのをやっています。主に、6月から次の年の1月までが漁期で、ですから、3月の震災の当時は、うちに来て、ちょうど、ブルクミンがうちに来てて、仕事の相談を何人かにしていました。でそこに地震が揺れて、もうすごい揺れだったんで、とりあえず揺れてる最中に外に出て様子を見た。もう隣の建物が
本当に倒れてくるんじゃないかなというくらい、もうすごかったです。それで地震の揺れが収まって、すぐ海岸が、裏側に100メートルぐらいのところに海がすぐありますので、すぐそこに行って、海の様子を見て、でもう 海が引いてる。これ必ず津波が来るということで、今度は、最初は近くをまっすぐ裏に行ったんですけども、今度帰り道はちょっと遠回りで、みんなに津波が来るというと、大きな声で津波来るぞということで、回って家まで戻ってきて、それで普段私漁師なんで、津波が来るという真っ先に船を出すんです。本当はうちよりも大事なのが私たちの船なんです。ですけども私たちは消防団員だったんで、その時はすぐヘルメットを持って消防車に乗って、まあ、結局避難誘導と、それから、陸門を必ず閉めなくてないんで、同じ行政区内ですけども、隣の部落の方に、消防車で行きまして、陸門を閉めました。ただ前から宮城県沖の地震があるということで、今その震災前かなり漁港の整備していまして、工事中の箇所があったんです。2箇所、空いてるところがあって、これをどうしようかってみんなで相談して、どうしようもないのに、でもとりあえず陸門だけ閉めて様子を見てたんです。そしたら10分ぐらいしてかな、最初はゆっくりなんですよ、じわじわと上に上がってきて、そこにちょうど私たち道具で使うイワシを蓄養する生けすがあるんですけども、それがこう、目の前に流れてきて、まだそれでも余裕なんですけど、まあ生けすが流れたなって思ってるうちに、急に水かさが増えてきたんです。そうしたらその空いてるところから一気に水が流れ出して、うちがもう流れ始まってます。これはもうすごいなって言って、とりあえず消防車を上に上げて、ちょうど私たちの海岸線沿いの道路がこう急な上りになってるんで、その高いところに車を上げて、それでもまだ下で、まあ、ちょっとこう上がったところで見てたんですけども、もう自分たちのように迫ってくるということで、みんなで走ってその坂道を上がっていった。波の方向が速いんですよ。それで、すぐ道路沿い山があるので、そっちの方にすぐ逃げ込み、それがもうギリギリって上がる道路に水が来る、結局その道路が最終的には2メートル、消防車を置いてあったんですけども、屋根がすっぽり隠れてしまったくらい、だから高さ的には15、16メーターは多分もっとあったかもしれないです。でしばらくそこで第1波、第2波、第3波が来るのも、ただどうしようもなかった、眺めてるしかなかった。でもここにいてもしょうがないと思って、その山を越えて地の方に平成の森って今仮設住宅が建ってるんですけど、その場所がその山を越えるとあるので、とりあえずそこに行ったのが3時過ぎ、いやもっと行っても4時近くだったんですけど、もう雪も降ってるし、とりあえず皆さん避難してきてるんで、建物の中で入るスペースってもうないですよね。だから若い人たちは、寒いんだけども今度外でそこで過ごした。
その時にふと自分の家族を今度心配になってます。そしたらもちろん電話が通じないんで、で多分避難しているであろう中学校まで行かないといけない。で電気が止まって暗くなったらやばい。でその平成の森から中学校に行くのに国道をまたいで行かないといけないんだけども、津波は最終的には夜中の2時3時までしょっちゅう行ったり来たりしてたんで、その国道にも水が引いたんです。引いた合間を見てまた隣の山に移って行かないと中学校まで行けないということで、まあ知らない山だったんですけども、とりあえず上がって奥まで入ってしまうと道に迷ってしまうから、なるだけ縁を回って遠回りとったんですけども、まあなんとか暗くなる前に学校に着いたんです。でそこには、おふくろとそれから女房と二人、いましたし、まあ、親類も亡くなった方も親類の中で亡くなった方もいるんだけど、その時はまだ分からなかったから、あとりあえずみんな大丈夫だなって。で、たら向こう、まあ、うちの親の方が私が行方不明だってことになっちゃった。ってことはその消防車で出て、ただヘルメットだけ持ってどこへ行くっても立たないでそのまま出てしまったから、消息が分かんないって中学校で、あなた行方不明ですよって言われて、まあ最終的にはみんなで会って、まあ、笑い話になってるんですけども、でそれ一人に、この子供たちが心配になってるんですよ。一番上の娘がこの千葉県の松戸にいるんで、震災後間もなく連絡が来まして、で一応確認は取れたんですけども、こっちの無事のことと、ただ息子高校生と、仙台の息子が連絡が取れなくて、一番下の子供は気仙沼市の橋上という地区の学校なんですよ。そこはもう本当の海岸の近くで、元今は工業高校というのは普通高校なんですけど、昔の水産高校だったので海岸の近くにあるんです。海抜ゼロメートルな場所だったんで、それが心配になって、多分避難はしてるだろうけども、高台があまり少ないと思うんです。かなり、1キロ以上行かないと高いところでもっといないと思うんです。そうだったんで一番心配で、でも連絡取りようがなくて、最終的に確認取れたのが3日後、仲間の生徒の親御さんたちが情報を教えてきて確認行ったんですよ、その場所。そしたらみんな全員いるということが分かって、3日後に迎えに行って、で今度は長男がずっと連絡がつかなくて、もちろん当時でしたから油がないんで、仙台市に行けないんですよ。なんとかでも行かなくてなってことで、たまたま友達が用事があって行くと言って、申し訳ないけど俺も乗せてってくれて、やっと息子も確認、向こうは地域的には大丈夫だったんですけども、向こうが帰ってこっちを心配したのね、親たちが。で当時新聞とかテレビの報道では南三陸町っていうとね、大体志津川の方の報道が多いんです。うたつの報道がないん で三陸町は1万人がもう行方不明ということになってますので、もうダメだろうと、息子の方がね、家族は全員ダメだろうと言った時にはびっくりされました。逆に何で切ったのかって言われて、でまあなんとか子供たちに
なっていうか食べ物に。ところがだんだん増えて、親類が。親類は結構言ってるのね、やっぱりね。まあ、それは、それぞれの、まあ、運命というか、しょうがないことなんですけど。まあ、でも、また先生、被災はしたけども、とりあえず何とかしていけなくてない。で、次の日からメンバーを集めて、トイレも使うんで、水も汲まなくちゃない。それから火を焚かなくちゃない。薪も探さなくちゃない。それからもちろん、その水を汲んだり、薪を取りに行く。車の移動のために油がなくていけない。なかなか物資が来ない。で、どうするかというと、班を分けて、油班、それから水班、薪班。アブラハンは簡単なんです。車から全部抜くんですよ。ただ黙ってるって泥棒ですから、一応は確認取るんですよ、持ち主が。そうして油を確保して、そして水運びに行く車に優先的にそれは入れたんです。でそれと同時に始まったのが、これは震災の次の日から、そのさっき挨拶司会者とかがあったように、下はもう今まで住んでたところはもう住めないから、高台に移動しようと、みんなで。それもできるだけ元の町並み、隣近所がそっくり一緒そのまんまの形で上に上げようということで、私たちの町に伊豆田前契約会という校があるんです。でその校が持っている財産が、山がちょうど中学校の裏側にあるんで、まあ、学校も近いということで、その場所が一番いいんじゃないかと言って、それを一番最初に町に申請したんですよ。町にお願い。そしたら町は、まだそんなの全然考えてないと言って、一番最初は門前払い。町長はあってもくれませんでした。でも何回も足を運んで、課長さんにお願いして、それから、全部が全部その契約校の山じゃなくて、個人の地権者もいたんで、それはその契約の仲間同士で全員歩いたんです。それで大体2、3日で全員から承諾もらいました。行政だけスムーズに行けば、もう今頃はもう高台に行っててもおかしくないくらい、スピーディーにはやったんですけども、まだ決定もありません、その件に関しては。でも一応は社長から進めたんで、それは負けないで、やっていきたいと思います。それから、いろんなそういう作業、もちろん物資の搬入もあったんですけど、自分のうちの仕事になるのが約2ヶ月経っていたのかな。もちろん自分のうち、あと津波で流された跡地、そこに、行ったのも2ヶ月で、かなりさっき倉庫流れましたけど、倉庫は残ったんです。でそれを瓦礫があったんで、ボランティアの方全部掃除して、今倉庫を直して網の準備を始めています。一応、流せた、新しく新造船9月に出ます。ですからそれまでには漁を始めたいと思っています。できるだけボランティアの人たち、いろんな千葉の所さんも含めて、いろんなことをしてもらったんですけど、まだ何分の1もお返ししてないんで、もし、復興できましたら、この一番にこっちに来て、また皆さんとお会いしてお礼したいと思います。短い時間ですけども、なんか全然ね、夏のない話ですいません。本当に自分の思いがどれまでだけ伝えられるかわかんないですけども、時間ですので、これで終わりにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
支援していただいて、高いところからですね、本当に御礼申し上げます。ライオンズプラザさんからもなんかいっぱい私大会の中にいた人たちが何が欲しいかって、仮設に入るにあたって扇風機が欲しい、掃除機が欲しいって、それもたくさん支援していただきました。ありがとうございます。私は前の晩すっごい胸騒ぎで一睡もしてなかったんですね。で地震が起きました。今までにないすごい揺れで、でも気仙大工のせいかどうか近所の窓ガラス一つ割れてなかったんですね。で今まで以上に物は落ちました。私床屋してたので、前のお店で後ろが私の家だったんですね。で中から通路物が落ちていけないので道路から店の方に入って、長男のお嫁さんと孫が怪我してないか確認して、でその時に長男は消防団なのですぐ目の前が豚所なんです。それで、消防自動車に乗って水門を閉めに行くって、で気をつけて行ってね。で私は隣の区に実家がありまして、そこの引っ越場を見てくるから、お嫁さんと孫たちここにいなさいよって、外に出ちゃダメだよ、開けないからって言って、私はすぐ車に乗って、2分ぐらいなのかな。でそしたら母はお庭に出てました。で母さんじゃあここにいてねって、でちょっと私県立病院に行ってくる、なんでって言ったら、世話になってる人がのお母さんが86歳で県立病院に一人でいるからかわいそうだから見てくるから。でそのお母さんおばあちゃんは地方で私ってもわからないんですね。でも、そこの家族の人が仕事柄行けないのでかわいそうと思って、すぐ私は躊躇なく、ただその時にバッグだったんですけど、何かあった時に何もできない、それで一度自宅に戻ってポシェットに荷物を詰め込もう。したら次男坊が出てきて、母さん3メートルの津波来るんだってよって、あそうじゃあお嫁さんと子供たちとひっこばあちゃん乗せて高台に逃げてねって。でもその時にお嫁さんっていうのが世田前で山の方だったので、高台っていうのはきっと息子はその実家の方に連れてってくれると思ってたんですね。それで県立病院に行きました。もう階段を駆け上がって、いつもだったらなんか2階ぐらいまでだったらエレベーターにすればよかったなと思うんですけど、人間ってすごいですね。そういう時は大して息切れもしないで、それで病床が続いてるので、お母さん怖かったねって、大丈夫だからねって言いながらドアを押さえてました。反対側のドアをナースが押さえてました。ところが田舎のものですからナースは人数少ないんですね。なので抑えきれないんだから、なんか詰め物しなきゃダメだよ、私こっちとこっち見てるからやりなさいって言ってたんですね。そして両親が収まって、私そのポシェットにパンを2つ持ってきてたんですね。でも飲み物持ってきてないと思って、初めて会ったよその患者さんの付き添いのお母さんたちに、飲み物ありますかって言ったら、あるけどもって、じゃあ私飲み物ないので売店に買いに行ってきますって、また4階から1階まで行った後を見て、そしたら売店のお姉さんは逃げていなくて物が落ちてるんです。でもこれ拾ってたらあの人なんかどさくさにまぐれて盗んでると思われるな、あやだな、どうしよう、でもこんな時だから、じゃあ川尻さんにお金を払えば後でいいかとかと思ってるうちに津波が来たって、ダブーと思ってポシェットに入るくらい詰め込んで、また4階に駆け上がり、そのおばあさんたちに早く逃げてって津波来たよって、どこさ屋上数だってすっごい荷物持ってってできるだけ持った方がいいからって、じゃあ取っていけないって言うんで取って、津波ってどんなに来るんだろうって言ったら、さーっと流れてきてるんですね。それでまだこんなだから、じゃあできるだけ持って上がった方がいいかなって、そしてまたヒュッと見たらもう自転車置き場の屋根が見えなくなってるんですね。で2つ持たせてまた見たらもう1メートル半までグングングンと上がってきて、わーもうこれ3階上げろ、早い早い、それから早く逃げて、患者さんは申し訳ないけど患者さんより2人の命だからってことで逃げて、私もそのお母さんが酸素してる時点で来てるので、ナースがそっちに行って
ないので、もうお母さんごめんねごめんねって私も逃げました。その時にあの階段からもあの近所の人たちも避難して上がってくるんですね。そうするとあの止まっちゃったんです。多分怖くて最初の人がそのドア開けれなかったんだと思うんですね。で、すいません下からいっぱい来てるから早く屋上に出てくださいって言って、またようやくこう流れて、それで私も出て、ふっと海の方を見た時に最後の大きい津波が松を波に倒して、それまではうちも立ってたんです。で、もうドミノ倒しのようにあの家を飲み込んでって、でそこから県立病院から私の家も見えるし、まずみんなこうマリアとか市役所とかみんな知ってる人がいるの、あの人大丈夫かしら、あの人大丈夫かしらって、で、はあ、これって映画みたいだけど現実だよなって。それで先生とかナースも騒がない、本当に静寂でした。みんな多分あぜんとして、はあって感じだったんだと思います。それであの寒いので、もうあの先生とかナースは白衣だけですので、あのなんか知らないんだけど、とっさにみんな固まって、体温低くなると体力を奪われるから固まってみたいなことを言ってたんですね。それでたまたま床屋してるので院長先生知ってたので、先生のところに行って、先生これだけの津波なので救助は、はい、早くて明日の午後、明後日と設定してやりましょうって言って、それであの水が引けると同時にあの4階に降りて使えるものをあの運んでいろいろまずやったんですけれども、あの私よりこんな高い若い先生が首まで使って一生懸命患者さんを助けてくれたんですが、寒かったので朝のうちにやっぱり何もなくなってしまって、先生たち大変な思いしてやってあげたんです、救ってくれたんだけど、亡くなる人がいっぱい いて、でもその家族もやっぱりわーって泣かないんですね、みんな不安の中でいるので。それで、でもあの次の日の朝6時になったら、もう一台ヘリコプターが来て、一人の自衛隊の子が降りてきて、お疲れ様、すごい範囲なんでしょって言って、はいって、それであの陸前高田が一番ひどいのでヘリコプターいっぱい来てますっていうふうに言ってくれました。それでまあいろいろあったんですけど、あの私は3時半かなのヘリコプターで、それで竹駒っていうところに降りるんですけど、あの県立病院扉上がったらすぐ竹駒そこに降りれるんですけど、私たちを乗せたヘリコプターがぐーっと市内を回って、あ、被害の様子を全部私たちに見てくれてから起こしてくれたんですね。なので心の準備、あ、もうこんなにもこんなとこまでダメなんだっていう、その覚悟っていうかあれがあって、それで一中に行って、で私の息子たちには、何かあった時は、高田一中ね、いろんな避難所探し合うのはお互い大変だから高田一中にしましょうねって言ってたのに、息子がいないんです。で、見た、和本見た、和本見たって消防団員が、いや、見てません、見てませんって。でも胸騒ぎがないので、絶対生きてると思って、それでもうあのいろんな避難所歩いて探し合ったんですけど、見つけられなくて、今思えば、なんで救急隊のとこに行って、こういうものですけど搬送されてませんかって聞けばよかったんだけど、やっぱり童貞してたんですね。それで、まあ、日中であの町内会でもあの災害あったらこうしようね、ああしようねっていろいろ言ってたんですね。ところがその町内会の人たちもほとんどいなくて、え、どこにみんな行ったのみたいな、まさか死んでると思わないので、でそれからあの死んでる人よりもまず生きてるこの1200人の人があの揉めずに暮らすにはっていうことでいろいろあのボランティア活動を始めてあの今に至ってます。いっぱいいっぱい話すことがあるんですが、ちょっと時間がないのでこれぐらいにしたいと思います。
それで、最後ですけれども、本当高いところから失礼なんですけれども、本当東北の、被災者の私たちのために、支援してくださりまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。10分ではもう到底語り尽くすことができない国現場の声を届けていただきました。お二人に大きな拍手を。ここで哀悼の思いを込めてダルクの皆さんに沖縄の伝統芸能エイサーを披露していただきます。エイサーとは死者の魂を慰めるために発展したものです。このエイサーをリハビリの一つとして取り入れ、薬物やアルコール依存症から脱却しようとしている千葉県中から集まったダルクの皆さんです。ではお願いします。
校。この詩は彼が終戦直後に書いたと言われています。家族や家と全てを失い、これまでに経験したことのない悲しみの中で立ち上がろうとする人々の思いや姿が重なります。それでは三好達治の涙を拭って働こう、小泉幸子さんによる詩の朗読です。
今日はですね、会場から皆さんの声を届けてもらうことも時間がないので、会場を代表して9名の方にこの1年、これからの課題、こんなテーマでお話ししていただこうと思っています。1年間を3分に話すことはちょっと難しいかと思うんですけども、どうぞそれぞれの1年を聞いてみてください。皆さんは本当に短い時間で申し訳ないんですが、どうぞお名前とどこから来たかというようなことを冒頭にお話ししていただいて、30秒前になりましたらそこらで印がつくんでご協力お願いしたいと思います。それではよろしいでしょうか。お願いします。三部市でも住宅の全半壊、家屋の浸水、停電、断水など多くの被害がありました。私の地区は幸いにも半日の停電だけで済みましたけども、蓮沼、木戸、小松という海岸地域の津波の被害の様子などが伝わってまいりますと、私も何かやらなければと思っているところにお友達から声をかけていただきまして、ボランティアに来てくれる方への、食事し作りの活動に参加しました。当初4人のメンバーで始めた活動も口コミで60名ほどの女性ボランティアさんが集まってくださいました。市内や市外からの支援ボランティアさんも日を追うごとに増え、一番多かった時は370食の昼食を作りました。10日間ほど続いた食事作りは私たちのメンバーに強い絆を作ってくれて、活動が終わった今でも東北支援ボランティアにつながっております。一番初めに私が東北を訪れたのは5月です。石巻、南三陸、気仙沼と入って陸前高田に入りました。陸前高田では高田第一中学校の避難所へ支援物資を届けまして、その後中学校下の地元の人たちで作った復興の湯で風呂掃除をしたのが最初です。今被災地で必要なものをリクエストしていただき、次回訪問時にお届けするという方法でお役に立てるよう頑張っております。つい先日2月26日は石巻の大川小学校へ皆様を届け5セット70体を飾ってまいりました。亡くなった44人の女のお子さんたち、おばさん綺麗だね、嬉しいよって言ってくれたように思っています。頑張れ日本、絆などの言葉が至る所であふれておりますが、皆さんの心の中の小さな風呂敷を集め大きな風呂敷にして被災者の皆さんを包んであげましょうよ。そしてまだまだボランティアの力を必要としている皆様にお手伝いしていきましょう。私はこの1年で18回ほど東北へ行きました。ついこの間、この先も自分のできる範囲で、続けていくつもりです。今日ここにおいでの皆さん、私は一人がみんなのために、みんなが一人のためにという信条を持っております。この信条を皆様にも持っていただいて、被災者の皆さんを末永く応援していこうではありませんか。よろしくお願いいたします。続いて福川さんお願いします。私は大網白里町在住の角川でございます。大網に生まれて大網に育ったなって、この会場の中にも多くの知り合いの方がいらっしゃると思います。私は実はライオンズクラブに所属いたしておりまして、釜石のライオンズクラブと友好関係にございます。釜石の支援のために27回ほど
トラックに満載の荷物を積んで行ってまいりました。実は3分間で話をしろということでございますけれども、多分4分か5分かかるんじゃないかと思います。そこでいろいろとタイムをチェックしてるんですが、よろしくお願いいたします。実は釜石に最初に行ってから、私は本当に涙もろくなりました。先ほど涙を拭いて働こうという詩の朗読がありました。実は私たちは大網白里ライオンズクラブでたくさんの支援物資を5日目に集めまして、6日目にお届けしたことになります。電話をしておきまして、朝現地に釜石に到着いたしました。10人ぐらいの方が出迎えてくれたんですけども、コンビニエンスストアに駐車をいたしまして、どこに荷物を下ろしていいかいろいろ案内してくれました。先方では多分ライトバンで来るんじゃないかと思って、小さな庭の片隅にここに下ろしていくということだったんです。ところがその10倍もの荷物を持っていってるもんですから、急遽倉庫を借りしてそこに下ろしたわけです。すぐにあと30秒になりました。ちょっとだけ僕本当に涙もろくなった理由をもう少し言わせてください。そのね、我々は私は現地に到着してからすぐに12カ所の避難所に物資を届けようということで、それぞれすぐに仕分けをして避難所に行ったわけです。そうしたら喜んでいただきました。カップラーメンは食べ飽きたよ、本当にありがとう。卵をたまたま500個入ってるんです。そこでの折本と申します。家業は電気工事業で、町内会の親方やってます。非常に短い時間で冷たいと思います。これがそうめん 1.1 なんです。で、私この時から意識は存在を決定するという言葉をずっと心の中で持っています。で、あとハーフオンという言葉、それは皆さんのうちの手で赤くついてますね。ボタン押すとすぐ緑になってつきますね。あれ元を抜いてあるとすぐに時間がかかるんです。いつも意識を持っててハーフオンの状態でいるとすぐ対応できる、瞬間にスイッチ入る。で、3月11日去年の3月11日はうちの方のスタッフが 何名か集まって駅で帰るの困ってる人、市役所でどこに見つかって配られてる人をうちの公民館に入れました。で、近所のお年寄りで東京のお年寄りが怖いと言って入りました。ちっちゃい子を抱えた子は入りました。30数名がうちの公民館に一晩明かしました。翌日市の方から新宿、うちの方は新宿という地区なんですけど、新宿正木の方に200人来てて朝ごはんがないんだと、200人分おにぎりすってくれって注文が来ました。早速オーダーに応じましてお届けしました。そういうふうに地域が普段からハーフスイッチの状態ですと対応できます。それともう一つ、ここにもう一つの本も出ました。本当は真ん中に東京の震災の本があるんですけども、この本はこれから起こる災害が書かれる本です。この地域の3部の非常にすごい惨状が写真に載るかもわかります。首都直下型でもっとすごい惨状がまた載るかもわかります。それと今問題になっている原子力発電所、電気屋ですのでできれば電気が欲しいなと思いますけど、それでも54キロですよ。あと2基残りです。5月になったらゼロになります。で、去年の夏はこの地域は計画停電がありませんでした。なぜかというと市長さんいますけど、山武市朝日が被害を受けたからなかった。今年はあります、計画停電。その時に皆さんがそれに対応できるか、
原子力の怖さと原子力発電の重要性、それを一人一人がこの紙に書いていく。これからそういう国民運動始まると思います。賛成か反対かではありません。一人一人がちゃんと考えて対応してください。終わります。それでは大野さん、続いてよろしいでしょうか。お願いします。皆さんこんにちは。東日本大震災甲子園の会の世話人をしてます大野と申します。3月11日の地震発生時は京王線の高架線の電車に乗っておりまして、ブランコのように電車が揺れたのを覚えています。動かなくなった電車から救出されまして、その日は線路を歩いて新浦安のホテルのロビーで雑魚寝したのを覚えております。3月13日、毎月開催しております大江見駅を安全でくすぐ会で、ドイツ卒業旅行の帰りに戻れなくなったいわき市の2人の女子学生と出会い、彼女たちとその家族を救いたいということがきっかけで、私たちのこの物語はスタートします。布団、毛布、医療品、食料などの協力を呼びかけたところ、たくさんの方から支援物資が届きました。皆さんの温かい気持ちを早く届けようと思い、3月19日にバスとトラック3台でいわき市に物資を届けました。自分たちでできることをできるところから続けようということで、大里総合管理の所さん、大網の丸山さん、森さん、安藤さん、私大野の5名でこの会を立ち上げました。以来私たちは南相馬市、陸前高田市、南三陸町、篠巻などに出かけ、これまで80数回延べ1500名以上の方が参加していただきました。本当にありがとうございます。物資支援、炊き出し、マッサージ、傾聴、瓦礫の撤去と活動を続ける中で、千葉県の NPO 活動支援金寄付団体にも採択されました。今地球は大きな病を患っています。私たちは自然の脅威の中で無力ですが、いざという時のために普段から備えておくこと、それとエネルギーの無駄遣いをしないということが大切に思います。100年後の日本人が安心して暮らせる環境を与えられるように、皆さんと一緒に取り組みたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。46分、ちょうどこの時間に大きな地震がありました。続いてお願いしてもいいでしょうか。お母さんお願いします。皆さんこんにちは。ただいま、ご紹介をいただきました、私、三部市の蓮沼から参りました、所さんの方から、被災を受けたお一人として、来ていただきたいという依頼もありまして、蓮沼から参りました、今回のまた本日この会を開催させていただいたスタッフの皆様、本当に心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。そして、先ほど南三陸町、そして、陸前高田市の方のお声、本当にありがとうございました。私も生の声を初めて聞かせていただきました。私も実は被災者の一人でございます。三部市の我々のところとは比べることはできませんけども、今日は私が体験をしたお話をさせていただきたいと思います。ちょうど昨年3月11日、ちょうどこの今の時間帯ですかね、蓮沼地区、まさか津波が来るとは誰しも私も思っておりませんでした。現実に、それから
何十分かして、時間は正確には覚えておりません。実は私は、蓮沼で、民宿旅館を経営しております。当日も80名の合宿の学生さんがおりまして、地震が来て、すぐに、ある大学学生は道場で練習をしておりまして、もう皆さん裸足で駐車場にもう出ておりました。すぐにもうこれは避難をしないといけない、まだ津波の情報はないんでありましたけども、余震が来る前にもうすでにバスに乗せて、避難所でありますスポーツプラザの方へ、向かってスタートしようかと思ったら、そこにまた大きな余震がありました。道路を見ますと、もう電柱から地下水に砂がもう吹き出ているような状況、当然電柱はもう後からも、斜めに、倒れております。それから避難所に行きましたら、まだその時間は、確か3時20分前後だったと思いますが、まだ誰もスポーツプラザには来ていない状況でありました。それからしばらくして、家族から、ニュースがあって、九十九里浜にも10メーターの津波が押し寄せると、私それを聞いて、これはちょっと大変だと、すぐに近所、周り、私のちょうど時間帯、平日の金曜日の、もう3時過ぎ、4時近く、3時半ぐらいでしたから、働き手は若い方は皆さん仕事に出ております。家に残っている方はお年寄りが中心であります。そういった方を、バスで、声をかけて、足のない方は、バスを乗せて、救助をし、そして、我々は蓮沼スポーツクラブで一応3日間の、避難生活にお世話になりました。そこで私は、たくさんの方から支援をいただきました。当然地元の消防団の方、またボランティアの皆様、本当にお世話になりましてありがとうございました。またその震災直後、先ほどもありましたが、油もない時に、たまたま小川荘の前に泊まったと、利用したと、それで、駆けつけてくれた方が、東京、埼玉、神奈川、各方面から、大勢の方にお手伝いに来ていただきました。そこで本当に我々被災したとんでしはありがとうございましたということで、感謝の気持ちでいっぱいでありましたが、ボランティアに来た方は逆にもう帰る時に、帰る間際整列をして、ありがとうございましたと、本当にすがすがしい気持ちですと、ボランティアをされた方、また、皆さんも行かれてると思いますが、大網白里町君の森から参りました笹原と申します。この1年間私が経験したことをちょっとお話しさせていただきます。3月11日はスーパーの5階に車を止めまして買い物してました。大きな揺れと同時に停電、建物から離れてください、店員さんの誘導で外へ、地面は波打ち繰り返し来る余震に体が固まってしまいました。小さい頃の体験でトラウマになっている私は、その日から家族の心配をよそに車の中で寝てました。息子は震災直後、寝袋、ヘルメット、食料を持ち、20年住んでいた仙台の病院に1週間支援に行きました。車に2ヶ月引きこもっていた私をボランティア活動に引っ張り出したのはせがれでした。6月に相馬へ、相馬では保護されていた犬のお世話をしました。しかし犬も荒れてまして、犬には何回も引きずり回されました。そうです、犬も人間同様被災してたんです。当然です。7月には牡鹿半島でマグニチュード 7.0 の地震に遭遇し、高台に避難するというアクシデントもありました。私たちは帰る家があります。でも地元の人たちは耐えてなきゃなりません。ヘドロで真っ黒だった地面一面に青々とした雑草がいっぱい、思わずきれいと声に出そうになりました。君の森では雑草はこの種です。しかし被災地では生きてる証、胸が詰まりました。先日ある公園で早く帰ってほしいボランティア、来てくれて嬉しく思うボランティアの方通りあると聞きました。早く帰ってほしいボランティアとは、
哀れみの態度で上から目線で接する人、来て嬉しいと思うのは心を安心してさらけ出せる人、心がくつろげる人だそうです。私たちの活動は微力ですが、また来てほしいと思われる活動をしていけたらいいなと思っております。最初軽い気持ちで参加したことは想像を絶する体験した皆さんに大変失礼で軽率だったと反省しきりです。でも今は違います。引きこもりの私を引っ張り出してたせがれ、この活動で私にもできることがあると気づかせて、私に勇気とパワーをくれた被災地で出会った人たち、また支援物資や皆様を募っており、即協力してくださった人には心から感謝です。この6月からせがれがソーシャルワーカーとして JICA の仕事でアルゼンチンに2年間行くことが決まりました。毎月行く支援のためにバスの免許を取り、君の森プロジェクトを。不思議なんです、心さんがどうして私を選んだのか。それは多分今までの人の話を聞いて分かりました。私は多分今日ここに来ていない、あの日来ちっとも頑張ってこなかった人の代表です。被災した時も淡々とただ聞いて、まあ、怠けながらも考えたことは、家族を大切にしたいなという思いが強くなっているんです。私には年老いた両親がいます。二人とも80を超えて、普通に会話するのがちょっとしんどくなっています。あと何年ぐらいこんな感じで普通に会話できるのかなってちょっと心配です。だから、なるべく時間を作って、両親と話ができる機会を作りたいなと。あの日以来、特にそういうふうに思います。結構めんどくさいんです。今日もこれから買い物連れて行かれてますけど、まあ、本当にそうやって頑張ってこれない。でも、多分私、これからも被災地には来ません。その時間があったら、でも両親とすると思います。2年前にうちのかみさんがちょっと事故で、4日間、集中治療室に入った時は、もし何かあったら、私、すごく後悔するなと思って、その時以来、本当に家族に思っています。結構見当違いに言ってるかもしれませんけど、頑張ってこれない日々の中で、ことは思うことです。さっき、小野さんから自分ができること、まあ、電気の節約とか、原発ありなしじゃなくて、そんな日々の、怠惰な日々の中で、まあ、せめて電気の節約をしたいなと思いつつ、ついついホットカーペットの上で寝てしまう毎日ですが、まあ、意識だけはしていこうと思います。すいません、こんな話。ありがとうございます。大網白里町上谷神殿から来ました、佐藤と申します。上谷神殿、まあ、東日本大震災、被災地支援上谷神殿プロジェクトの活動の報告をさせていただきます。大網白里町の中央部、北の端に小屋神殿は位置しておりますが、約330世帯1000人が暮らしを送っているところです。3月11日の当日は小屋神殿で作られた防災部会が町内を巡回し、皆さんの無事を確認し、夜は、まあ、停電でもありましたので、発電機を電源にしまして、テレビを放映し、皆さんに、情報交換の場として、そういう場所を設けました。翌日も停電が続きましたので、翌日もまあ行ったわけですけれども、そして3月の末の府の総会では、皆さんに義援金を呼びかけました。短期日のうちに、18万3千ほどですね、募金が寄せられ、区ではその後も夏祭りや芋煮会で、東北産品の販売をしたり、ガレージセールを行ったり、あるいは募金を呼びかけたりして、引き続き区としての取り組みがなされているところです。私自身は、4月に、ま、区長の引き継ぎを終わって、立場からお話申し上げます。隣の山武市の市議でございます。まずもって、当山武市にも皆様方の温かいご援助いただきましたことは本音申し上げます。
昨年の今日2時46分グラグラグラ、もうやむかな、やみません。さらに強い、経験したことのない大きな揺れが来ました。この時に備えていた自分は、この立場になってから津波が来たらこうするぞという頭の中での訓練をしてきたつもりでした。何年か前の地震津波、あえて避難命令を出しません、勧告もしません。それは今日に備えるためだ、このように思って今までの自分の準備を出すと、そう思ったんですが、結果私は役割を果たせませんでした。私が避難命令を出しましたのは4時17分、すでに津波の第一波は来ておりました。従いまして当山市の被害がこのくらいで済んだ、皆さんは大変ご苦労されておりますけれども、それでも東北の皆様方と比べればこれだけ済んだ、これは本当に幸せなことだというふうに思ってございます。その中で地元の皆様方はご自分の判断で、消防団の方々は自分の家のことはさておいて、自分の車を犠牲にして、家を犠牲にして、お年寄りを腰までまで使って救助してくださいました。そして3日後にはその消防団の皆様方が現地を案内する形でボランティアセンターが立ち上がり、多くの方々にボランティアのお手伝いをいただくことができるようになりました。多くの方々のご援助で早い復旧ができたことを本当に幸せに思ってございます。これから私たちの役割は防災に強い、災害に強い地域を作ることであります。しかしながら災害は私たちの力で防ぐことはできません。今日も午前中2000人以上の方が訓練に参加してくれました。自分の命はやはり最終的には自分で守らなければならない、その思いをこれからしっかりと持ち続けることが大事だと思いますし、経験を100年後に伝えていかなければいけない、それが私たちの使命だというふうに思っております。そして東北の皆様方に私たちはこれからも支援を続けるべきであろう、行政といたしましては東北に職員をこれからも送り続けます。そしてこの震災で私はこのジャンパーが制服になりました。東北の復興が終わるまでこのジャンパーが私の制服でございます。あの日を、この1年を忘れない、皆様にそれぞれの思いが届いたでしょうか。自然あふれる豊かな国日本は、もう一つその豊かであるがゆえに自然の怖さを併せ持った国です。今回の震災はそのことも私たちにしっかりと教えてくれました。もう一つ、原発です。便利に豊かにの代償として、まだ帰れない人たちがいる、こういう一つ一つのことを新しい一年では、それぞれの人がそれぞれの頭でしっかりと一つ一つ考えて結論を出していかなきゃいけない時期だと思っています。どんな時も、どんなことが起こっても、ここにいるそれぞれの人が今から、ここから、私から、できることから、できる人から、痛みを分かち合って隣同士で手をつないで助け合ってやっていく、これが新しい一年の私たちの決意になればいいって思っているんですが、皆さんいかがでしょうか。
一人一人は拙いんですけど、でも拙いながらの1年間がありました。新しい1年もそれぞれ拙いけど精一杯に生きていくことを誓い合って、このリレートークを終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。